今日はですね、はい、オフロードの体験ということで、はい、まあ、トヨタ本格用 WD を使いまして、いくつかの障害物を乗り越えていきます。はい、はい、で、一つ目はですね、あちらのローラーになるんですけども、スリップしやすい路面を再現してるんですね。はい、なのであそこのローラーの上にタイヤを乗せていくと、タイヤがスリップして車が動けなくなるような、はい、状態が発生します。でこれをね、スタックって言います。スタック、はい、で止まっちゃった場合に車が動けなくなる。でこういうことは四駆でもあるんですね。はい、でそういう時には落ち着いていただいて、ニュートラルにして、これを切り替えていきます。 L の4ですね。で L の4に切り替えますとどうなるかというと、はい、ギアがですね、大きく変わって、速度は出ないけど力が出るようになる。だからアクセル踏んでもね、はいはい、速度出ないんですよ、あまりね。うん、でもタイヤを回す力が大きくなるので、はい、段差を乗り越えたら簡単にできます。ですごい。はい、もう一個がね、はい、L の4にすると、実はね、最近の車ってコンピューターの制御がいっぱい入ってましてね、スリップなんかを感知して、はい、自分でこう対応していってくれる、はい、そんな機能もついてますので、はい、で今みたいなこういうふうにね、動けなくなってしまったっていう場合には、はい、まあ、落ち着いてね、これを L4 に切り替えていただいて、まあ、アクセルを踏んでいくと、このスリップして動けない状態から脱出していきます。じゃあいきますよ、はいはい、でガラ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 っていうのが、脱出しましたね、簡単に。はい、今カラカラカラって聞こえたと思います。はい、それがね、実は電子制御の機能で、はい、まあ、作動音なんですけども、スリップするタイヤを見つけて、そのスリップしているタイヤだけに自分でブレーキをかけていきます。はい、そのタイヤだけね。そうすることによって車はスリップしてない、まあ、あたかもスリップしてないかのように車を、ね、ま、他の前に押し出してくれるんですね。はい、そんな機能がついてます。で今度次のね、障害物に行きます。今度はね、大きい丸太がね、のっかっ、そこに並べてあります。はい、高さが60センチぐらいあるんですよ。はいはい、ね、はい、こんなところも簡単にこう乗り上げていきます。いきますよ、よいしょ、こんな感じでね、はい、かなりかなり、ね、ちょっと事故かとかって思うぐらいの、はい、感じに見えますけど、実はね、この車にとってはもう全然大丈夫な、はい、で角度がですね、今こう斜めにこう傾いてるんですけども、はい、今何度ぐらい傾いてるかっていうと、大体ね、30度近く傾く、まあ今20度ぐらい、今からもう少し傾いてますよ、いいですか、はい、1、2の30度ね、はい、これぐらい傾いても大丈夫なんですよ。こんな傾いても非常に安定して走っていきます。はい、じゃあ降りていきますよ。こんなに傾いたことないですよね。ないです、ないです。で今度はですね、前方に見えますのが、大きな山がね、3つ続いてます。これで何かモーグル路っていう凸凹の道を想定してます。高さ40センチぐらいあります。はい、はい、でここを進んでいきます。そうするとどうなるかね、普通の車は、もうタイヤがね、浮いてしまう状況では全然いきますよ。この2個目の山にね、登っていきますと、やっぱりここで進めなくなってしまう。でも先ほどの電子制御はね、すぐに働きます。いきますよ、はい、この状況でもアクセルを踏んでいくと、今左の後ろのタイヤは完全に浮き上がってますね。わ、すごいちょうどシーソーみたいにね、シーソーみたいですね、はい、乗り越えていくことができるんですね。はい、じゃあですね、はい、最後の今度、大きな山を登っていこうと思います。あれですか。実はですね、登り口の方は実は階段になってます、はい、ね、はい、普通車で階段とか登ったりしないです。しないですね、はい、今日はね、こんなところも登れるぐらいの性能を持ってるよっていうのをご紹介をしています。はい、じゃあ登っていきますよ。はい、で角度はね、25度ぐらいの角度になります。すごい、わー、登ってる。ちょっとジェットコースターみたいでしょ。そうです。空しか見えないです。空しか見えないですよ。でも簡単にね、はい、登っていくことができます。でも登ったら、はい、降りなきゃいけないです。ね、降りる方も25度。で、25度っていうと普通はですね、まあ、普段の一般道ではあまり
ないぐらいの角度、うん、どれぐらいかっていうとこれぐらい。わー、はい、すごい。じゃあバックしますね。バックの、うわー、かなり急だったでしょ。すごい、はい。で今2メートルぐらい高さにあるんですけども、はい、25度結構急だったでしょ。急でした。ちょっと怖いなとか思ったら、実はねまだまだ機能があります。こちらのね坂道をこう、はい、降りるような、うんうん、バークのボタンね、これを押しますと、はい、今みたいな急な坂道でも平気をですね車がやってくれます。で万が一今みたいな急な坂で滑りやすかった時にブレーキをギュッて踏んでしまうとロックしてしまってコントロールが効かなくなってしまう。それが怖いですね、はい、ですのでこれのボタンを押しますとブレーキをですね上手にコントロールしてロックしないようにゆっくりゆっくり下ろしてくれます。ここからね、今から行くんですけどブレーキ、うん、今踏んでますけど離しちゃいます、はい、でもこんな風にねゆっくりゆっくり、はい、降りることができるんですね。よりこう安全に乗っていただくような装備が、はい、いっぱいありますので今日はご紹介をさせていただきました。はい、以上です。ありがとうございます。ありがとうございます。楽しかったです。はい、ありがとうございました。